作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。第三艦隊、小沢機動部隊、機関追核、出撃する。一時攻撃隊、発艦はじめ。肉薄する、くたばれ。追加航空隊発艦。そこだろ、分かってんだよ。くらえ。これが五光線の本当の力よ。随学には幸運の女神がついていてくれるんだから。え、私の武君が一番。あら、意外なこと。でもなんだか誇らしいですね。第一次攻撃隊、発艦はじめ。肉薄する、くたばれ。追加航空隊発艦。どうだ、参ったか。単装砲って何気にわびさびよね。そこだろ、わかってんだよ。全訪問くらえ。よく狙って。ここは本気でやっときましょうかね。まず何から撃とうかしら。敵艦隊に砲船用意。皆さん行きましょう。これが五光線の本当の力よ。随学には幸運の女神がついていてくれるんだから。これが従来相関の実力ってやつよ。あー、よかった、活躍できて。徳型駆逐艦、綾波型の牛尾です。もう、下がってよろしいでしょうか。第一次攻撃隊、発艦はじめ。肉薄する、くたばれ。追加航空隊発艦。そこだろ、分かってんだよ。くらえ。
それが五光星の本当の力よ。瑞鶴には幸運の女神がついていてくれるんだから。え、私の武君が一番？あら、意外なこと。でもなんだか誇らしいですね。いい感じじゃない。第一次攻撃隊、発艦始め。第一次攻撃隊、発艦始め。そこだろ。分かってんだよ。ここは本気でやっときましょうかね。うりゃ、お前の相手だって支えてみせます。そこだろ。わかってんだよ。ここは本気でやっときましょうかね。うりゃ、見たか。これが五光星の本当の力よ。瑞鶴には幸運の女神がついていてくれるんだから。このまま全ての戦いが終わってしまえばいいのに。私はアタゴ提督、覚えてくださいね。火の塊が沈んでしまう。ここは本気でやっときましょうかね。うりゃ、まあ後部甲板はためではないのだが。やる、入れた。でも援軍を見せるようには4機8門一戦車から。くぅ、せっかくの飛行甲板が。そろそろとどめを刺しちゃおうかな。七面鳥です。食ってる場合じゃねえな。やっちゃいますか。そこだろ。わかってんだよ。全方面よく狙って。落ちる。これが私の決戦だから。落ちる。沈め。もうバカ、俺の戦いないっぽい。落ちる。崩壊しな。落ちる。行くぞ。さあ行っちゃいますか。さあ、艦爆隊
態でしょ。迎合作戦を思い出す。全艦突撃。落ちる。そう、これが本当の大揺れ型の力よ。開いてください。何度でも繰り返す。変わらない限り。おめでとうございます。作戦成功です。見たか、これが五光線の本当の力よ。髄核には幸運の女神がついていてくれるんだから。このまま全ての戦いが終わってしまえばいいのに。はじめまして、利根型2番艦ちくまと申します。次の作戦海域の攻略が可能です。艦隊が無事帰投しました。はあ、よかった。